皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは達成のための計画はいらないということについてお伝えしてみたいと思います。これって計画をしないと達成ってしないんじゃないですかとか、ね、目標達成のためには計画って必要なんじゃないですかというお話はねよく聞きますし、じゃあ私全く計画しませんですかって言ったら計画はします。問題はその計画を作ることがダメだと言っているのではなく、目標を達成するための例えば何か計画を作るとするじゃないですか。大きな、そうですね、じゃあ例えばそうだな、年に1000万稼ぎたいとかってね言ったら、ざっくりだいたい月に80万ぐらい稼がないと1000万とかにならないわけですよね。それでも若干ショートしますけどね、960万だから。で、まあその960万をじゃあ達成するために何をしたらいいんだろうっていうことで、まあじゃあ例えば新規のねお客さんが200人欲しいですとか、リピートの人を年に3回ぐらいリピートしてくれる人が200人欲しいですとか、まあこういう計画っていうのは、まあ、事業計画的に立ててったりとかはするんですよ。まああとはじゃあそのためにやる活動としてブログを書かなくちゃいけないなとか、インスタグラムやらなくちゃいけないなとか、まあ、集客活動におけるものとか、まあ、いろいろ考えるわけですよ。でここで大事なのが、まあ、よく教室の先生あるあるで陥りがちな話なんですけど、なんかね、その青図を描いたり計画を作ったらなんか自分って一生懸命やるだけのことをやってなんか自分ってすごいみたいな気持ちになっちゃうんですけれども、ただ計画作っただけなので実はすごくないです。まあ、無防備にやるよりはマシかなぐらいな感じですけれども、計画作ること自体は すごくなくてですね、その計画を達成するための計画を立てて、さらにその計画を達成するための計画を立てるっていうこの入れ子式にですね計画ばっかり立ててるタイプの人いるんですよ。でそしてなんか一日が終わるみたいな、それだと意味がないので、結論から言ってしまうと動かない限り何の変化も起こらないので、基本は大まかにはもちろん計画は立てていいんですけれども、それが本当にうまくいきそうかどうか動いてみないとわからないので、動くで動いてうまくいかなかったら修正するっていう形なので、その初動ですね、スタートは計画立てすぎてギチギチにやった挙句動かなくって、あとギチギチにやったら自分へのノルマが課すのが苦しくなっちゃって息切れしちゃって終わるっていうタイプの人もまあまあいるので、ある程度ですねできたら動くやるっていうことがどちらかっていうと達成のために必要なことなんですね。だから計画のための計画っていらなくって、もう単純に大まかな枠組みが決まったらあとは動くだけっていう、この実践と活動をやるのが少ない方が多いかなっていう印象なので、計画のための計画とかはいらないので、ある程度達成のための計画もさらにその計画というふうに細かくやりすぎない、大まかに立ったら動いてみる、それを指針にしてやっていってもらえればと思います。それでは。